いつも過酷な任務を遂行する指揮官諸君、執務室の扉と窓はなるべく開けて換気すること、そして帰還時には必ず爪の間まで手をよく洗い、しっかりとうがいをしてウイルスどもを駆除するんじゃぞ。くしゃみや咳をするときは周りに迷惑をかけぬようしっかりと口周りを覆うこと、思いやりとエチケットを忘れぬことじゃな。今はみんなとても辛い時期じゃからの。指揮官、お主も無理せずどうか体を大事にしておくれ。元気なお主に会えるのを楽しみにしておるぞ。